青山組長、これは。お前らが来るとは思っていたが、意外と遅かったな。お前が青山。これはどういうことですか。山笠組とは杯を交わすはずじゃ。俺が何の細工もなしにそうしないことはお前らも分かっていたはずだ。だからやってきたんだろう。俺は花から山笠組と手を結ぶつもりはなかった。金をちらつかせて相手を安心させた後、ゆっくり殺すつもりだったが、田舎組織とはいえヨボヨボのジジイになるまで組長をやっていただけのことはある。まだらめはこっちの殺意を見抜いていたようだ。俺が目を離した一瞬の隙を見て、逆に銃をぶっ放してきやがった。てまあ、弾が外れてくれたおかげで、隠し持ってたナイフで胸を一突きすることができた。どうして、そんなこと。決まってるだろ。天下の登場会が、山笠組みてえな小さな組と、五分の杯など交わす必要がないからだ。しかしそれは道島会長の意思に反する。あなたは道島会長に背くつもりなんですか。道島会長だと。元会長の間違いじゃないのか。青山組長、あなた今なんて。現時点で登場会のトップはこの俺だ。会長が消えちまった以上、俺の意思が登場会の意思ということになるんだよ。俺の考えは至ってシンプルだ。極道は食うか食われるか。杯なんか交わしてる暇があったら、山笠組を潰して島を奪えばいい。そういうことだ。ま、道島だろうが桐生だろうが、極道ってのはな、一度その座を譲っちまったらおしまいなんだよ。青山組長、それじゃやっぱり堂島会長を誘拐したのはあなた。何をしてるんだお前。早く銃を下ろせ。答えてください大吾。お前何をしてるのか分かっているのか。俺は会長代行、仮にも登場会のトップの人間だ。それでもお前撃つというのか。回答次第では。兄貴、これは。空砲だよ。あらかじめお前に渡した拳銃は空砲にしておいたんだ。お前みたいなチンピラに実弾入りの拳銃を渡すわけがないだろう。間違って撃って肩に弾当てたりしたら、お上と戦争になっちまうからな。俺は身内の不祥事に厳しい。それは知ってるよな、森永。青山組長。お疲れ。兄貴！兄貴！兄貴！森永！青山、貴様。もっと四代目は引っ込んでてください。これはあくまで身内の問題、登場会のしつけの一つですから。貴様、感謝します。あなたが来てくださったおかげで
ここから無事に出られそうです。なんだと？いや、田の頭、こいつらがまだらぬ首長。なんやと？親父！親父！おい、救急車や！早よ親父を病院に運ばんか！貴様、何もんね。説明してもキリがなさそうだな。相沢。はい。お前は森永を連れてこっから出ろ。俺が足止めする。でも早く行け。絶対に絶対にそいつを死なせるな。はい。親父ば刺したとは貴さん。違うと言いたいところだが、今は納得してもらえないだろうな。言い訳はよか。きっちりここで玉取っちゃうけん。死にさらせ、ボケが！ボテクリこかして、さすがですね、四代目。この状況を私ならまず逃げ切れない。こうでもしなければね。何をする気だ？感謝してください。これで桐生さんが山笠組と争った痕跡も消える。警察にも逮捕されない。これまで通りタクシーを運転することもできるはずです。青山、貴様！昨日の。やめとき。やけど頭、こいつは。やめとけ言うとろうが、ボケが。なんか用があるとや。これは？まだらめから預かった山笠組の解散宣言が書かれた書状だ。なるほど、親父が考えそうなことや。まだらめはお前らが東条会との戦争に走ると思っている。だからお前らを守るためにこれを書き、俺に預けた。は、そうね。どうした？破り捨てないのか？俺らはまだらめの親父ば担ぐためにこの世界に入っただけやけん。山笠組がどげんなろうが、そげんことはどうでもよか。親父の仇ば撃つ。今の俺らにはそれしかなか。
仇なら今目の前にいるが俺もそげんアホやなか。親父に手ばかけたとはあの青山っちゅう登場会のガキやろ。本部ば破壊された時気づいたばい。あんたはあげだ姑息な手口使うような人間やなか。じゃあお前らは山笠組がなくなるとしても青山に復讐するというわけだな。そうたい。島がどげんの、利権がどげんのとかは関係なか。俺らは極道の義理ば通すだけばい。そうか。あんた、何場所っとや。山笠組は解散させない。お前らにはしっかりと仕事をしてもらう。仕事やて。長瀬に来て分かった。この町はカムロ町によく似ている。良くも悪くも山笠組を中心に均衡が保たれている町だ。もし今山笠組が潰れ他の組が島争いでもしようもんならそれこそ商売上がったりだ。商売ってお前。こう見えても俺はタクシー運転手だからな。だから山笠組は解散されたら困る。ちゃんとこの町が正常に戻るよう仕事をしてもらう必要があるってことだ。はあ？ナンバーわけんわからん言葉言いようとや。これ以上俺らに絡んでくるとやったらマジ殺しちゃうぞ。いい気迫だな。だがそれだけじゃ足りない。今のお前らの戦力じゃ東条会と戦っても皆殺しになるだけだ。なんてや。それでも青山を殺すというのなら止めない。だがその前に俺を倒せるか試してもらおう。はあ？どういうことや。一発だ。一発で倒してやる。俺は一度負けても二度目は必ず勝つ男ばい。喧嘩は一度負けてもよか、二度目に相手をボテクリこけしゃよか話やけんな。ガキの理屈はいい。いいからかかってこい。さんとの勝負隊怠慢に口ば挟むやなか。くそがあの爆発事故の直後だ。体が言うことを聞かないのは当たり前だ。分かっとう。そげんこつ待って。こんままやったら登場会の連中に福岡が乗っ取られる。俺らがあの青山ばやらない、いかんとや。絶対に。さっきも言っただろう、山笠組は解散させない。待ってん。それじゃ俺が潰す。福岡にいる東条会の人間全員をな。なんてか。会長代行、山笠組若頭の八幡から電話が入っています。
八幡だと。生きてたのかあの男。どうしましょう、切りましょうか。手打ちの相談か。風、青山だ。ああ、東条会としては手打ちする気は毛頭ない。オタクとは徹底的に戦争させてもらう。それでいいだと。どういうことだ。やけん戦争ばしちゃって言うとって。貴様らに近っぽ親父の子に返しちゃ。おお、そうばい、こうなったら一気に勝負つけようやないか。明日の夜、博多の埠頭27番倉庫の前でどげんや。よかや。やったら首洗って待っとけ。しっかり弾は取っちゃるけ。これでよかったとや、桐生さん。大工、向こうは何と？宣戦布告してきやがった。ご丁寧に場所まで指定してな。明日の夜埠頭でやり合いたいそうだ。そんなガキの喧嘩じゃあるまいし。大工、そんな挑発乗る必要はありません。罠の可能性もありますし。ここで逃げたら敵の思うつぼだろうが。東条会が山笠組から逃げたって噂が広まったらそれこそ面倒だ。たとえ山笠組から島を奪っても片木の連中を手なずけるまで時間がかかる。すいません。福岡に残ってる組の連中に号令をかけろ。それと兄弟にも役に立ってもらうか。ほんにこれでよかったとですか、桐生さん。ああ、ちょうできた。待って、なして明日の夜なんですか。敵もアホやなか。下手に時間ば使うて明日までに戦力ば整えられたら勝ち目もなかでしょう。分かっている。だが俺にもいろいろ片付けなきゃならないことがあるんでな。青山に電話する前に話ばしてくれた複雑な事情ってやつですか。ああ、素性を隠して生きてきた俺に力を貸してくれた連中にこれ以上迷惑をかけることはできないからな。筋を通しておく必要がある。やけど、まさかあんたがあの東条会の四代目堂島の竜やったとは。なして親父も俺らに教えてくれんかったとやろうか。まだらめ組長は守ってくれたんだ、俺も。そして大吾のことも。うちの親父は人助けばっかしよったけ。草原意味じゃ極道に向いとらん人間かもしれません。おかげで下についと俺ら貧乏くじばっかだい。まあな、俺はまだらめっていうのは他人を巻き込んで巻き込まれて常にそうやって生きていくしかない人間なのかもな。そうだい。したらとりあえず俺らも明日の夜に備えて生き残った連中ばかき集めます。桐生さんはどげんしますか。約束の時間になったら埠頭へ行く。現地で落ち合おう。どこや。おじけづいて逃げたとや。お前たちごとき連中、大工が手を出すまでもない。
なんや、お前も喧嘩するんとちゃうんか、兄弟。まさか。喧嘩は兵隊の仕事です。私が直接手を下す必要もない。もったいな。喧嘩ほど楽しい瞬間ないっちゅうのに。私はあなたや桐生さんとは違います。手を出すことに喜びなど覚えない。せやったらなんでわしのこと連れてきたんや。喧嘩の助立ちせえっちゅうんやないんかい。ま、もしもの時のためですよ。あの人が来た時のためのね。あの人？さ、そろそろ始まります。楽しいショータイムがね。さあ、時間だ。始めようか。あなたは？この喧嘩、俺が引き受ける。四代目。それは昔の話だ。今は流すタクシーという会社で働くただの運転手だ。まさか四代目、東条会に協力するためにわざわざ。なんと俺を言っていいのか。ああ、協力しに来たぜ。ただし、ろくに極道の筋も知らないお前らガキが間違った道に進まないようにするためにな。なんですって。やっぱり来ましたか。青山、どうせ斑目組長あたりに泣きつかれたんでしょ。山笠組を助けてくれって。斑目はまだ生きている。お前は山笠組を潰し損ねたんだ。まったく、あなたって人はどこまでお人よしなんだか。斑目は殺し損ねたんじゃない。初めから適当に痛めつけられればそれでよかったんですよ。なんだと？あの爆発を見ておかしいと思わなかったんですか？もし本気で殺すつもりなら、あんな中途半端な手は使わない。もっと確実な方法で殺します。どういうことだ？私としては山笠組と喧嘩する口実さえできればよかったんです。それに今、斑目に死んでもらっては都合が悪い。堂島会長の行方が分かるまではね。なんだと？斑目は堂島会長とつながっている。堂島会長をおびき出すには格好の素材ですか。お前、斑目を使って大吾を誘い出す気か。我々としては一刻も早く堂島会長の身柄を押さえておきたいんでね。さあ、それじゃあそろそろ始めましょうか。準備はいいですか、四代目。その前に一つ聞いておきたい。何でしょう？この喧嘩、俺が一人でお前ら全てを始末したら、組同士の戦争にはならねえよな。あ？おっしゃってる言葉の意味がわかりませんが。言葉通りの意味だ。俺が一人でお前ら全員倒した。それは仇とヤクザのただの喧嘩。組同士の争いにはならない。そうだよな。バカな。何を言ってるんだ。桐生さん。八幡、お前は引っ込んでろ。こいつら全員俺がぶん殴る。待って、言っただろう、山笠組は解散させないって。何よバカな、本当に頭おかしいんじゃないのか。何がおかしい？
この人数相手に一人って、しかも戦争にはならないだと。そんなわけないだろ。桐生さんね、時代が違うんですよ。誰と誰が喧嘩したら戦争になるとかいう時代じゃないでしょう。これだから古い人間は困る。人をバカにすんのも大概にせえ、ガキが。渡せ。その条件わしが飲む。キルハンが登場会のガキ全員倒したら、山笠組との戦争にはさせん。渡せ、何を勝手に。七代目近江連合若頭、渡瀬組が預かる言うとね。なんか文句あるんか、青山の兄弟。よし、それじゃ始めや。この喧嘩、立ち会い人はこのわしや。何をしてるお前ら。四代目だからといって手加減はいらない。行け。ああそうだ、手加減はいらねえ。死にてえやつだけかかってこい。よくこれだけ集めた。うれえ。ここまでだ。兄弟、何をしてるんだお前。こないな場面で茶が弾かれたら、立ち会い人としての顔が立たん。わしの顔に泥塗るつもりはないやろな。くそ、話が違うじゃないか。桐生を倒したいって言っていたのはお前の方だぞ、兄弟。わしはお前の兵隊。自分の喧嘩は自分で仕掛けるわ、ボケが。貴様、情けのある男だって。誰に聞いた。それは誰に聞いたかって聞いてんだ。登場会の子さんの。俺はな、そんなに優しい人間じゃねえ。
どんなに素性を隠して生きていてもな、中身は自分でもヘドが出るくらいのヤクザもんだ俺は。計算だけで乗り切れるほど極道は甘くねえんだよ。よく覚えておけ。次はねえぞ。なんで俺なんだよ。どうして俺がこんな目に遭わなきゃなんねえんだよ。こうなるって分かってたら最初からやらなかったのに。いい加減にせえ。東条会の頭張るんやったらそない弱気なこと口にすな。これ以上わしをがっかりさせんな。なんとか言えよ兄弟。俺は言われただけなんだ。四代目桐生さんを引っ張り出せばそれでいいって。なんやと。言われたって誰に。誰に言われたんや。それはあんたの兄弟。おい兄弟。喋りすぎですよ大公。お前は森永。こんな再会は嫌だったんですが、四代目。お前動かないでください。次は頭を打ち抜きますよ。どういうことなんだお前。最初から大吾を裏切っていたのか。裏切りですか。けなげに働く舎弟を見捨てて一人逃げ出した会長も俺には十分裏切り者に見えますがね。青山に打たれた傷はあれは芝居だったっていうのか。私の仕事はあなたをあの場所に連れて行くことだった。まだらめ組長同様、万一のための装備はできていました。鼻から青山とつながっていたというわけか。でもなぜ青山を殺す必要がある。口の軽い極道たちが悪い。桐生さんにちょっと脅されただけで余計なことをベラベラと喋ろうとするからですよ。余計なこと。待て森永。何ですか。目的を聞かれても答える気はありませんよ。お前の目的なんてどうでもいい。だが一つだけ教えてくれ。相沢はどうした。相沢は人の裏をかけるような男じゃない。お前が大吾を裏切ったということを知れば、奴はどんなことをしてもそのことを俺に知らせたはずだ。答える森永。相沢は今どこにいる。本当にあいつは可愛いやつでした。だが知りすぎた。裏の裏までを。まさかお前。犬吠山の山中に埋葬してきました。私自らの手でちゃんとね。森永。貴様。来るなって言っただろうが。うぅ。来るな来るな。あかん。今言ったらあかん。今はまだあなたに殺されるわけにはいかないんです。そしてあなたにも死んでもらっては困ります。四代目森永。
全ての答えは東京にあります。待ってますよ、桐生さん。大乱闘から2日、もうお勤めとは見上げた真面目さだな。またあんたか。ずいぶん派手にやらかしたみてえじゃねえか。さあ、何のことだかな。俺にまで白切る必要はねえだろ。もう足の傷はいいのか。ほらよ。そういや今朝渡瀬が関西に戻ったみたいだ。やろう、ご丁寧に警察の遺体安置所までやってきて青山の遺体に1000個あげてったそうだ。ったく、自分は青山に利用されたっつうのにおめでたいやつだぜ。でもまあ、ああいう古いタイプの極道がまだ近江にもいたんだな。ある意味嬉しくなるな。うん。いやいや、自分で言っててなんだが、おかしな話だな。俺にとってやつは一番厄介な存在のはずなのに。ほんとおかしなもんだ。やつとそんなに仲がいいのか。バカ言え、長いこと府警のデカやってるとよ、敵とはいえ感情の一つや二つくらい湧いてくるもんさ。あんただって現役の頃、腐れ縁のデカの一人や二人いただろ。俺とやつはそんな感じさ。ああ、そういえば渡瀬のやつ、お前によろしく伝えてくれとデカたちに言ってったとよ。俺に？ああ、近江のケツは自分が吹く、その後東京で白黒つけようってな。行くのかお前。今朝犬吠山で男の遺体が見つかった。顔が潰されてたこともあって身元はまだ不明だが、男の胸には東条会の大門がついていたそうだ。お前本当にこのままでいいのか。この肝心の時、頼りの堂島大吾は行方不明のまま、今の東条会を支えられるのはお前しかいないんじゃないのか。行きたい場所があるんだったら乗せてってやる。だがそれ以外、あんたの指図は受けない。俺の行く道は俺が決める。分かった、好きにしろ。だがその前にラジオのニュースくらい聞くんだな。あんたとは短い間かもしれないが、
濃い付き合いになりそうだ。じゃあ。繰り返します。昨日未明、札幌市内で発生した発砲殺人事件に関して、北海道警察は今朝、被害者を関東一円を拠点とする広域指定暴力団東条会の幹部組員真島五郎氏であると断定。緊急の会見を開き発表しました。関東最大の暴力団組織東条会の現役幹部組員であった真島五郎氏の死亡という事態を重く見た道警察は、警視庁と連携し事態の全容解明に努める方針を明らかにしました。以上、ニュースでした。さあ、続いては林田さんのお天気コーナーです。林田さん。すまない、はるか。